竹市康かな明治二十七年十二月二日は、土佐藩出身の明治時代の日本の政治家であり、北海道を開拓した人物の一人である。土佐金納党を結成した竹市半平太や、亀山社中を結成した坂本龍馬の親戚である。竹市泣き屋との声援協会を支えた、坂本直関土佐国長岡軍大、村中吉野で土佐藩合志の竹市家の分家に、 竹市祭司の長男として生まれた。1862年に15歳で本家の竹市禅之助より竹市本家を相続する。1868年には土佐藩主として戸場伏見の戦いに参加する。明治維新を迎え、1872年に小学校の教師となるが、1876年には小学校を辞して立志学者の学生となる。 立志学者には、坂本龍馬の多い意である、坂本忠史館も学んでいた。八百七十九年に、高知県会議員に出馬して当選し、八百八十一年には、県会議長に選出され、板垣大介らの率いる自由党の議員として活躍した。八百八十五年に、高知教会で、坂本直館、山田平左衛門、片岡健吉と共に受選して、 プロテスタントになり、生涯にわたり熱心に進行する。1887年12月、三大事件建白で、片岡基吉、坂本直海とともに、京橋警察署に、保安条例違反で逮捕される。その後、警視庁に送られ、東京地方裁判所で、経禁錮2年6ヶ月の判決を受けて、石川島監獄に投獄される。 1889年に大日本帝国憲法の発布にあたり大社により出国し、故郷に帰る。1892年、第2回衆議院議員総選挙に自由党より出馬して当選する。その年の秋に、三大事件憲白で投獄中の同志の遺問と開拓用払い下げ問題の財務調査のために、北海道に視察に行き、北海道開拓に興味を持つ。 払い下げ用地のある石狩平野を視察する。以前より親戚で名優の坂本直観が、おじの龍馬が明治新前から北海道に着目し、貿易の拠点にするはずであったという話を聞いており、竹市は坂本と意見を重ねていた。竹市が広大な石狩平野を見たときに、今こそこの地に新しい故郷を作ろう、カナ南の地を作ろうと決意し、 北海道への移住を決断する。石狩より札幌に戻り、北海道町長官の北垣国道と会見し、払い下げの話をまとめた後、浦臼地の札的、万生内、木直す内、お札内などのカバと終時間用地を視察して、払い下げを申請する。高知県に戻ると、高知植民会規則を作成して、高知植民会を設立、北海道移住者の募集を始める。 板垣大輔、肘方久本、谷田敵、福岡皇帝、片岡健吉らが共賛する。1893年、衆議院議員を辞職し、キリスト教に基づく理想の町づくりを夢見て、北海道に渡る。カバト郡ムラウスのゲニアに、高知県から共に移住したキリスト教をと26名と入職する。7月に、竹市を含めた第一次移住者27名は、 高知の裏戸から小船で北上し、北海道を樽る港から北海道に上陸する。陸路は炭鉱規線の貨車で峰延まで行き、そして徒歩で7月13日に、浦臼う,うの殺敵に着いた。竹市はここを生園農場と名付けクリスチャンの理想教徒、教会、浦臼小学校の設立、運営する。最初に、高知移住者に以下の制約を示した。いかに多忙な時にも、 日曜日には午後を休みて、礼拝に出席すること。農場内において、何人も、種類の売買をせぬこと、また何人も飲酒すまじきこと、掘ったて小屋を、祈りの家として、開拓移住民の信仰的指導訓練のために、礼拝を開始する。その年、10月に声援協会に、日本キリスト教会をたる教会牧師候補太郎が、来園し、9名が受診する。 竹市の死の3年後、1897年11月に、ウラウス村に建設された日本キリスト教、ウラウス教会の新街道1894年12月、高知県に一度帰郷して、北海道に戻る途中、青函連絡船の船中にて、脳一血で死去した。この時、末娘の時代が同船していた。青炎農場の経営はあんなりの没後、親族である。 坂本忠史官に引き継がれた。声援のお城は、その後分解するが、坂本が聖援を足場に、北見北甲車、遠軽などへのキリスト教的な開拓が展開する。聖援協会は、日本キリスト教会に所属して、今日も存在している。ありがとうございます。